はい、じゃあ7レース3着になりました中野選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は前からのレースになりましたけども、どういうふうに考えられたでしょうか。そうですね、もう藤井さんと僕の先行争いになるんじゃないかなっていうふうに感じていたので、藤井さんよりも前で勝負しなければいけないので、そこはしっかり前取って突っ張って力勝負できればなって思いました。まあ、大谷選手に続いて藤井選手も突っ張りましたけども、はい、あのあたりのペース配分っていうのはどうだったでしょうか。そうですね、ある程度スピードはもう上がっていたんですけど、余力ありましたし、しっかりこう藤井さんの動きを見てしっかりこう突っ張る強とかできましたので、本当にそこは良かったかなって思います。その前中段には清水選手がいましたけども、はい、それでも2つ突っ張るっていうのは、まあ、なかなかすごいできないレースだなと思いますけども、はい、そのあたりはどうですか。もうそこはもう考えてなかったですね。やっぱりもう引いても8、9番手になって勝負するっていうのはすごい厳しいですし、で藤井さんよりも前にってなると、やっぱり清水さんがやっぱ中段を回ると思うんで、まあ、そこを気にしてレースしてしまうと本当に自分のレースではないと思ったので、まあ、そこの藤井さんを突っ張って、清水さんがいても、清水さんがもし早めからもまくってしまって巻き切られるのであれば、まあ、僕の力不足ということでまた練習しなければいけないですし、4コーナーまで勝負できたってことは、まあ、今回は良かったのかなというふうに思います。実際一走してみて、はい、状態としてはどうですか。そうですね、体の状態もいいですし、前回の四日市同様冷静に立ち回れてると思うので、引き続き全力で頑張りたいと思います。まあ、G1 自体はここの競輪祭ぶりの1年ぶりになりますけども、はい、G1 はどうですかね。そうですね、強いメンバーですし、1次予選からもやっぱり濃いメンバーで、まあ、どこの組を見てもきついメンバーなんですけど、やっぱその強いメンバーで走れるっていうのはすごい楽しいと思いますし、より自分が強くなるチャンスだと思うので、明日以降も頑張りたいですね。2走目に向けて何か修正点などはありますでしょうか。そうですね、まず修正点っていうよりも、まずしっかり疲労回復 しなければいけないですし、今 の 5レースから12レースまで全てのレースをしっかり見て、自分のレースの展開だったりっていうのをしっかり頭で叩き込みたいなと思います。わかりました。では、この後に向けて最後に意気込みをよろしくお願いします。はい、まだまだ、はい、初日でまだまだそのレースは残しているんですけど、明日以降も全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。